こんにちは、有馬薫です。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。感謝しています。はい、今回の心を解放してセルフイメージを変えるカウンセリング、タイトルは虐待を乗り越える。虐待についてのテーマは過去、何本か、YouTube でもお話しさせていただいてるんですけれども、今日はですね、ちょっと私個人の個人のことも例にとりながらちょっとお話をさせていただこうと思います。で、一般的にどっからどこまでが虐待とか、ちょっと今回はそれは抜きにして、明らかに誰が見ても誰が聞いても本人ももちろん含めて、明らかな虐待っていうものについてちょっとお話をしていこうと思います。で、虐待を受けた方っていうのは結構日本でも多いと思うんですね。表面化されている何倍もあるって言われてますけど、本当にその通りだと思います。なかなか言わないですよ、人に、こうやってこうやって虐待されました、ひどい人はなおさら、ひどくなればなるほどあんまり言わないと思います。もう話すこと自体が嫌だっていうのもあれば、そういうふうに見られたくないとか、もう忘れたいからとか、いろいろあるんですけど、で、ただね、その虐待された人はたくさん結構いらっしゃったとして、そこを本当に乗り越えた後に自分の人生をきちんと生きてらっしゃる方がどのくらいの割合いらっしゃるのかなってちょっと考えてみたんですよ。で、これに関してはちょっと統計とかもないのでわからないんですけど、少ないと思います。全体的にその虐待をね、もうそこが終わって回復をきちんとして、もう大丈夫っていう方は割とね少ないんじゃないかなと思うんですよね。多分半分も多分いないです。これは私ちょっと予想ですけど、多分いないと思いますね。半分はおそらくどのくらいなのかなってちょっとはっきりしたことはわからないんですけど、それほどね、虐待を乗り越える、もう回復をする、してしまうっていうのは、それほど大変なことだと思います。本気で取り組まないと、虐待を受けた傷っていうのは、なかなか取れない。で、これにね、ずっと苦しんで生きていくことになるんですよね、虐待っていうのは。それほどの心の傷です。で、私最初の頃にブログの方では書いたんですけど、虐待の種類について、肉体的な、身体的な虐待ね、それから精神的な虐待、それから性的虐待、あとネグレクトで、ちょっと一つずつご説明をさせていただきますけど、身体的虐待っていうのはもう大体わかりますよね。叩くとか殴るとか、そういった体に苦痛を負わせることですね。で、精神的っていうのは、例えば言葉の暴力、言葉で、お前は役立たずだとかね、何もできないとか、出ていけとか、いろいろそのひどい言葉、そういう言葉で、子供に対して傷つけるようなことをする。言葉だけじゃないですよね。いろんな兄弟と差別したりとかね、いろいろそういうのも、とにかく精神的に、体に暴力とかじゃなくて、心を傷つけることで、性的虐待、これも分かられますよね。身内だったりとか、親戚とかで、まだね小さい子供に対して性的なことをする。あとネグレクトっていうのがご存知ない方も多いと思うんですけど、ネグレクトっていうのはきちんとした養育をしないってことなんですよ。結局毎日お風呂に入れなきゃっていうか、入って清潔にしてあげたり、 お洗濯をしてあげたり、ご飯を食べさせたりっていう、そういった身の回りの世話のことですね。これをせずに放置する、世話をしないとか、そういうのがネグレクトで、こういったものを明らかに
受けたっていう人はやっぱり虐待を受けたってことになります。でそこの傷っていうのは何もしなければ一生続きますね。傷が癒えることがないので自然にね癒えていくっていうこともあるかもしれないんですけど、軽ければですね。ただ本当にひどい虐待を受けた人っていうのは取れないですよね。自然にはその傷が癒されないですよ。なのでやっぱりずっと大人になって今はそんな虐待ないのに、あたかも虐待受けてる時と変わらない、いやさらにそれ以上苦しいっていう現実を生きていかなきゃいけない、これが虐待です。でちょっとね私の例で言うと、私はですね、5つの時5歳の時に母を亡くしました。でずっと入退院を繰り返してて、まあ5歳の時にも病気で亡くなったんですけど、そこからですねちょっと親戚の家に預けられたんですよ。でそこでさっき言った全ての虐待を受けたんですね。だからもう全部です。例えばどんなことかというと、その2階建てだったんですけど、2階の窓からこうやって吊るされて、外にこうやって逆さ吊りにされて、ほら手を離すぞとか、ほら落ちるぞ死ぬぞとかね、そういうでそんな風に脅されながら、それもまあ虐待ですよね。であと遠くの方にどっか知らないとこ連れて行かれて放置置き去りとか、あとはその手首とかを細い紐でぐるぐるぐるって縛られて柱に吊るし上げられて、ここ食い込んでも何ヶ月もそこの傷が取れなくて痛くてとか、あともういろいろありましたけど、あとまあネグレクトに関してはまずご飯を食べさせてもらえないんですよ。で腐ってるご飯出てきても腐ってるご飯、それにまあふりかけとかだからガリガリに痩せてましたね子供の時は。中学高校ぐらいまでガリガリに痩せてましたね。でお風呂も1ヶ月に1回とか2回とかね。でお洗濯もしてもらえないから、もう同じ洋服を毎日着てる。だから学校でもそうやって汚いし、そのもう見た目分かりますよね。お風呂入ってないし、お洋服そんなもんですか。で汚れた服だしボロボロですしね。でそんなんで学校でもいじめられるし家でもいじめられるし、もう言葉の暴力もすごかったですし、まあ性的な虐待もありました。なのでもう本当にね17歳まで、やっと17歳でその家を出たんですよ。出ることができたんですよね。ただもうその時はもうかなりねセルフイメージっていうのはもう出来上がってましたから、すごい低いセルフイメージでしたね。もう自分っていうのはもう人間じゃない、人間以下だって、もう人はみんなすごい上だけど自分は下、どこ誰に対しても自分は下です、下でした。同級生に対しても自分より年下よりも私は自分を下だと思ってたんですね。子供以下ですよねっていうふうに、そのセルフイメージでそこから先もずっと生きてきたんですよ。だから何にもうまくいかなかったです。ただただその学校のねその帰りとかもちょっと田舎だったんで、まあ、その時代はみんなそうだと思うんですけど、高い建物ってほとんどなかったんですよ。で毎日ねやっぱりどうやって死のうかって考えるんですよ。でそうした時にやっぱ飛び降りるのがその時はメジャーっていうとおかしいですけど、しかもわからないんですよね。中学生とか高校生ぐらいだったら、だから毎日その学校の帰りに一番高い建物って言ったらその時団地だったんですよね。集合住宅の団地ね。だから私は団地に住んでなかったんですけど、その学校帰りにこう団地があるんですよ。でそこ毎日登っていって、あこっから飛び降りたら死ねる、こっから飛び降りたらもうこの苦しいのから逃れられるなと思いながら毎日行くんですけど、それがねなかなかやっぱね飛び降りれないんですね。
あれってよしって気合い入れるんですけど、やっぱね、もう動かないんですよね、体が。で、まあ諦めるわけですよね、その日、今日はいいやって まあ明日でいいやって思うんですけどね。で、そのうちまあ明かりがつくじゃないですか、いろいろこう、その団地とかに明かりがついて、そのお父さんが帰ってきたら「おかえり」とかね、子供のたちの笑い声とかも聞こえると、もうたまらないですよね。やっぱ死のうかとかね 思うんですけど、まあまあそういう日がね、本当にずっと続いたんですけど、なんとかね、そのやっぱり怖くて飛び降りれなくて、まあ、だから今生きてるんですけどね。で、そうしながら、まあもう高校も卒業したり、社会に出て、で生きてはいるけども、やっぱ頭の中ではどうやったら死ねるか それだけなんですよ。でもまあ死ぬことができないから、じゃあ生きるためにはちょっとこの苦しいのを何とかしよう。そうやって、苦しさから逃れるにはっていうことで、いろいろ勉強を始めたんですね。だから本をね、読んだりとか、私病院にも行ったんですよね。で、ちょうどですね、高校3年生ぐらいの時に、もう本当にね、勇気を出して精神病院に行ったんですよ。で、なんで精神病院なのかっていうと、その頃はまだ心療内科っていうのがなかったんですね。だからその心の病気っていうのはもう精神病院しかなかったんですよ。だから精神病院にもう、ね、セーラー服の女の子がその一人でね、しかも一人で精神病院に来るってね、まずなかったんだろうなと思うんですよね、その頃も。で、行ったらね、おじいちゃん、もう本当にね、80代ぐらいのおじいちゃんがすごい優しそうなね、先生なんですけど、いらっしゃって、で、すごく珍しかったんですよね、やっぱりその高校生の女の子が精神病院なんかに一人で来るから。で、そのね、結構大きい病院だったんですけど、そのね、そこに勤めてる全部の看護師さんって思われる方が勢ぞろいしたんですよ。狭いその診察室に、で先生をね囲んで、みんなね、ニコ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 しながらね、私を見るんですよね。何、どうしたの、みたいなね。で、あーって思いましたよ。しまったと思いましたよ。この状況で私はどうしたと思います？言えないですよね。そんな何十人ってニコ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 した看護師さんたちがいて、で先生もね、そのお医者さんもニコニコして、どうしたの、みたいに。私ね、そんな中で、いや実はですねって言えないじゃないですか だから結局、まあ当たり障りない会話をして、ああ思春期特有のものだよね、でまあ終わったんですけど、で私その時思ったんですよ。あ、もう病院もね、最後の望みと思ってた病院も当てにならないな、これは。もう何とかするんだったら、もう自分で何か調べて自分で治していくしかないってその時思ったから、それ以来ね、その病院、心療内科がすぐその後できたんですけど、行かなかったですし、なんかそういういろんな、まあその当時はね、あんまりそういう治す期間っていうのが今みたいになかったんですよね。で、行かなかったですよね、あんまり。で、その後はもう自分でなんとかね、もう強くなるしかないって思ったんですよ。そんなの気にしないぐらい精神力を鍛えればいいやって思って、何をしたかな、人より偉くなればいいんだって 思ったんですよね。だから劣等感強かったから、なんかね、自分が人より優れてるっていう証明があれば、強くなれると思ったんですね。だから仕事ももちろん人より業績はかなり、もうそれに命かけるぐらい頑張って、2倍3倍ぐらいの成果を上げたりとか、人に尊敬されるように、まあ、外見もね、気遣ったし、自分が弱いとか劣っているっていうのをもう表面に絶対見せないように、そのすごい神経をね張り詰めて
頑張りました。でもですね、それじゃあ余計苦しかったですね、やっぱり。だってやっぱり心の中はすごいやっぱり劣等感だし、傷がいっぱいあるので、見ないようにしてても出てくるんですよね、どうしてもね。だからやっぱり諦めて死のうって思ったり、死ねないからじゃあもっと頑張ろうって思ったりしながら、このね、やっぱ20何年ですかね20年以上駆け抜けてきましたけど、いや、やっぱりね、辛いですよね、虐待の傷って。自分の意思で何とかして克服っていうのは難しいのかもしれないですね、その今の感想として。で、あんなにやっぱり私は頑張ったんだけどもできなかったんですよ、自分でそれを克服する、回復していくっていうのが、やっぱりね、頑張るっていうことではねできないんですよ。で、その十数年前に、それまではもう心理学とか自己啓発とかでずっと勉強して、それを使ってってやってたんですけど、なかなかね、それじゃ回復、まあ自己流ですしね、できなかったので。で、十数年前にスピリチュアルっていうのが結構流行った時期があって、まあ今も結構ね盛んですけど、ちょうどね、そのわっとこう盛り上がる時期ぐらいだったんですね、盛り上がり、こう上に行く。で、その時にあるね、ちょっと忘れました、なんかの本を読んで、あ、こういう考え方があるんだ、あ、こうなんだっていうことでね、かなりね、頭の方で理解して、これでやっていこう、これだったら私はその虐待の傷をね乗り越えられるんじゃないかなと思って、例えばヒプノセラピーとかね、インナーチャイルドとかありますよね、あんなのを勉強したりとか受けに行ったりとか資格を取ったりとかで、そうやってやってきたんですよ。で、もちろんね、それで多分ね、全体の 40% ぐらいはそこでね、かなり抜けたっていうか癒されたんですね。ただ根本がかなり深かったのかな。表面上はね、なんかかこれではすごい、私もその虐待受けた傷って、もうこれで全ほとんどなくなっちゃったってその時は思ってたんですよ。でもね、その後の10年ぐらいやっぱ出てくるんですね、抜けてないですよ、根本が。だからやっぱりね、その苦しい。でもだいぶその 40% がなくなっただけでも良かったですよ、もちろん。ただね、完全になくなるのはにそっからさらに10年ぐらいかかったんですね。結構長かったんですよ、そっからも後の残りを根本取っていくのが。そこが頑丈、周りのは結構早く取れても、このね、核となるものってね根強いんですよね。で、それでもね、やっぱ諦めなかったですね。もうもちろんその10年の間ももう無理、もう諦める、もう私死ぬとかね、やっぱ思いましたよ、何回も何回も。思って本当に実行しようってした時もあったんですね。でも、いや、でもここまでやったんだし、で、これで私ここで終わるのは嫌だなってやっぱり思って、続けたんですよ。で、このね、続けたっていうのがやっぱ良かったと思います。続けなかったらやっぱりもう諦めてたかもしれません。ここまでしてもうダメだったんだ、もうダメだろうなって思ったかもしれないんですけど、いやいや、やっぱりね、あ、絶対諦めきれないっていうね、その結構負けず嫌いなとこも、まあ、幸いしたんだと思うんですけど、で、諦めずにやって、そしてやっぱ10年、最初の 40% がなくなってから10年で、ちょっとね、恥ずかしいんですけどね、今こんな話してるね、もう私は前からもうカウンセラーはね長いんですけどねで、
本当に完全に抜けたのは、なくなったのはね、去年なんですよね。正直に話しますけど、去年です。去年なくなったんで、そのね、それまでの10年は、やっぱね、ちょっとね、その、まだ、傷ついてたんですよ。残ってたから、やっぱきつかったですし、今みたいなこんなことができる人間じゃなかったですね。皆さんにこうやってね偉そうに今言ってますけど、たった去年ですよ。去年、あ、一昨年かな、去年、まあ、去年だったと思う。だから1年ぐらいしか経ってないんですよね、まだ。ね、でも40% なくなる前と、なくなってからと、それからその後の10年で、去年と今年、全然違いますよ。何が一番違うかって、心がねすっごく穏やかなんですよ。でね、すごく安らぎを感じるんで、しみじみ感じます。だって前ね、こ 見た光景とかが、いつもそれまでは胸がギューってこう苦しいって、もうなんかもう呼吸困難で窒息しそうっていうようなことが、今何とも思わないんですよね。で、例えば10年ぐらい前までは、そのまあ女の子とかが、お父さんとかお母さんと仲良さそうに、幸せそうにしているその家族っていう、そういうのを見ると、もうね、たまらないんですよね。その自分の中の傷がもうなんか塩塗られたような感じで、痛くてたまらないですね。でもどうしようもないんですよ。もうなんかその女の子の首絞めてあげよう、やりたいぐらいね。本当にね、その10年前ぐらい、十数年前まではそんな衝動に駆られてました、本当に。でもその10年ちょっと前から、その 40% 抜けてからはね、それがね、あんまりなくなったんですね。もうあんまりっていうか、もうほぼなくなったんですよ。で、ほぼなくなって、でその後の10年はやっぱ残りの分のこの 60% がやっぱあるので、人に尊敬されたいっていうのがね、すごく強かったですね。だからやっぱりまだ頑張り続けてたし、人から褒めてもらいたかったし、だからね、やっぱりね、まだね、まだ去年そこ行くまでは、まだね、なんか嫌な雰囲気を出してたかもしれない。かもしれないですね。いや、おそらくそうかもしれない。でもね、まあ今だからね、こうやって言うんですけれども、ちょっとね、傲慢な部分がね、やっぱただあったと思うんですよ。で、今全くないですよって言いません。今でもね、完璧な人間でもないし、そのもう普通のね人と全然変わんないんで、ただ普通になったのかもしれないですね。ある意味本当に、その虐待の傷が消えたことによって、普通の本当に虐待されてない人の感覚って、あ、こうなんだなっていうのを去年初めて思ったんですよね。なんて楽なんだろう、なんて素晴らしいんだろう、この世の中って、人生っていいなって、幸せだな、あ、生まれてきてよかったなって、本当にね、心からね、もう心の平安っていうのが出たのはもう初めてだったかもしれないです。で、ああ、普通の人の感覚ってこうなんだなって。だから私は以前の自分の感覚と、その普通の人の感覚っていうのが、まあ、両方分かってるわけですから、今ね、今もまだその渦の中にいる人、虐待の傷の中にいる人の気持ちも分かるし、まあそうじゃない人、虐待なんて無関係だった人の気持ちも分かる。で、両方今分かる立場にいるんですね。で、そうするとやっぱりまだやっぱ虐待で苦しんでいる人の
にそのどういうことができるか、まずやっぱりね、私虐待の、まあ、相談多いんですけどね、その方の中にやっぱねスーッと入っていけるんですよ。あのもう聞いたら、まあ、以前の自分の気持ちっていうのはやっぱりもう知ってますからね。だからスーッとこう 入っていけて、でね、その心をやっぱりね、今のそのまあ安らぎとか穏やかさで包むことができるようになったんですね。前はやっぱ自分もまだ残ってる時ってやっぱ一緒にただ苦しいっていうのを共感するのがほとんどだったんですけど、今はやっぱり両方があるから、その今の自分は安らぎの中にいます。穏やかです。で、以前の自分はその苦しさも分かってるし忘れてません。だからそのね、安らぎでその人のを包むことがね、なんかね不思議な感覚だったんですけど、最初はあのできるようになってからはやっぱり相手の方、まあそのご相談していただいてる方が明らかに違いますね。以前の私がカウンセリングをしている時と、もっとねやっぱり、うん、いいカウンセリングが本当にできるようになったのも一つの、まあ私自身がねその亡くなって本当に安らげたなっていうのもいいんですけど、そのカウンセリングによってその同じような立場だった方の、あ、すごく役に立てるようになったんだなっていうのも、あのすごく大きな、この私が虐待をね乗り越えた収穫っていうかね、利点なのかなって思うんですよ。でね、今はその昔のことっていうのはもうほとんど思い出さないです、今は。ただ思い出したとしても、もちろんその、うん、きついとか苦しいとか痛いとかはそれも思わないんですけどね。ただね、やっぱりね、世間を恨んだこと、それから自分の宿命を呪ったこととかはやっぱり覚えてますし、多分一生忘れないと思います。忘れないですけども、こういうことをされてとか、その恨みとかも一切ないんですよ。で、心も痛まないし、もちろん自分の運命を呪ったりとかもしてないですよ。ただその忘れないと思います、あの時の、まあそれまでのね長い間に自分がどういうふうに感じたのかとか、まあ、それをねどういうふうに思ったのかとかね、でどんなふうに頑張ったかとか、どんなふうに生きてきたかっていうのは多分ね絶対忘れないと思うんですよ。で、これが私の今からの、これからの今後の人生にすごくね役に立つことですし、私と関係、これからか関わる方にすごくね大きな基盤となってると思うんですよね。意味があることだと捉えています。そしてね、皆さんじゃないですね、あなたにもし本当に虐待をね今見てくださってるあなたが受けて苦しんでる方であれば、まあちょっと一言ねお伝えしたいなって思う言葉があります。で、それは虐待っていうのは乗り越えられます。で、私は乗り越えられるとは思ってなかったです。過去乗り越えられないと思ってました、正直言うとですね。なんでかっていうと、一生懸命頑張っても
苦しさ変わらなかったからですよ。何も状況は変わらないし、どんどん悪くなっていってるように感じてましたから、今後続けていっても無理なのかなって、やっぱ思ってたんですよね。自分ではね思ってました。ただ なんていうのかどっかでね、まあこんな話するとも嫌な人もいるんでしょうけど、やっぱスピリチュアル知ってから魂は別なんだと思ったんですよ。で、自分のね魂っていうのは、これをね乗り越えられるっていうふうに、まあその前提でね生まれてきてるんだなって思ったんですね。だからその乗り越えることは絶対できます。で、どんなに死にたい終わろうって思っても魂がね許してくれないんですよ。いやいやいや、ダメだよダメですよ、乗り越えられるんだから諦めるのはダメですよ。で、そうやってね結構みんな皆さんやっぱ魂がどっかでねそういうふうに言ってるから、何回諦めようとしても生きているんだと思うんですね。だからね、必ずね、いつって言えないんですけど、必ず乗り越えることはできます。で、私がこの私がね、何回も諦めた私がまあ言うんですから、そんなにね私は強い人間じゃないですよ。それでも乗り越えることができましたね、去年ですけどね、なのであなただってできるんですよ。できるはずです、諦めなかったら。でね、辛い時はやっぱり私はね人に頼るのがすごく嫌だったから頼らなかったです、ほとんど。で、弱いとこも見せたくなかったですけど、今思うとね、見せて弱音吐けばよかったなと思います。で、誰かにね助けをね求めればよかったなと思います。今そこだけがちょっと後悔ですけど、まあ、それ言ってもしょうがないんですけど、そしたらもっと早かったと思うんですよね。あんなに苦しまなくてよかったかなっていうのもあります。で、そういうふうにね甘えちゃいけないってことはないんで、だってきついんですから、人頼っていいんですよ。だからね、もうね頼れるものは何でも頼って、で乗り越えた後にお礼すればいいんですよ、その人に。で、とにかくもう本当に諦めてしまおうって思うぐらいだったら、何でもね活用してください。利用して、誰でもどんな人でもっていうことを、私はちょっと今日はね皆さんに、まあ、あなたにお伝えしたかったんですよね、結局は長くね、こんなに長く話して結局結論はこれなんですよ。乗り越えられるんですよ。そしてね、あなたにはね、こうやって一生懸命苦しんでそれでも頑張って生きてきたあなたには、乗り越えた後にこの私が今感じてる穏やかさとか、この穏やかな気持ちとかね、安らぎとか幸福感とかをしみじみにね味わってほしいんですよね。あー幸せだなってやっぱ思ってほしいですね。あなたには思ってほしいと思います。はい、ということで、なんか今日はね長いお話になってしまいましたけど、虐待を乗り越えてください。何かあったら力になります。で、私はそのやっぱ乗り越えた経験があるので、その気持ちも分かりますし、乗り越え方っていうのも、まあ、試行錯誤でやってきましたけどね、分かります。だからまあ何かその力になれることがあったら、もちろん私じゃなくてもいいですよ。
そのあこの人だったらって思う方がいたら、どん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 頼ってね、その協力をしてもらってくださいということで、今日は以上になります。もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、あの7日間の無料講座、これオーバーライトメソッドって言って、やっぱセルフイメージが一番もう要ですから、ここを変えていくのが一番です。だからアダルトチルドレンの方とかね、あのこうやって虐待を、今日お話ししたような虐待を受けた方もセルフイメージがやっぱ低いんですよね。だからそこを変えていくっていう根本のお話をしていますので、ぜひね、あの見るだけでも全然違います。あのこれだけで本当変わる方もいらっしゃいますから、ぜひあのこのね下の方にあの URL 貼ってますので、そちらの方からご登録ください。はい、じゃあ以上になります。有馬薫でした。それではまた。